筋付きすぎて、うん、結構ガッポリしてるし、おお、なるほど、なるほど。あ、昔、まあ、暴走族やった時あったんですけど、ちょっとイラついたんで、男つって、はい、あ、しかし、いや、寝取りは好きですよ。あの、ね、ちょっと待ってください、人の方が好きなんだよ。今回ビナウォークに今いられます。私たち、エビナ駅、はい、ビナウォークとララコートをつなぐ真ん中ら辺のところら辺です、ここ、うん、はい、というわけで今回の企画は連絡通路だ、連絡通路ですね、はい、はい、今回の企画は何を やりましょうか。ちょっとね、はい、この今暇な時間があるってことだから、はい、エビナ駅ブラブラ、うん、はい、しながら、はい、奇抜な方に、黒歴史を聞いていくという感じで、うん、それは、はい、なんか奇抜な方って言ったら、奇抜な方って言ったら、まあいろんな奇抜な方っていうのがあると思いますけど、うん、まあヤンキーチャンネルだとしたらやっぱりヤンキーチャンネルにちなんだ奇抜な方の方がいいですけど、それだとすると結構人が限られすぎちゃうんで、いつもヤンキー探しみたいな感じのことをしてても結構見つかんないじゃないですか、はい、なんで、まあ丸先輩から見る、まあ、奇抜な方、自分から見る奇抜な方、うん、なんでも奇抜じゃない方でもいいよね、奇抜な方じゃないの、奇抜ですよ、俺がほら、はい、幅広いから、わかりました、はい、まあ、そこはだから丸先輩の判断に任せます、わかりました、はい、その方に黒歴史を、黒歴史話してくれるんですかね、どうだろうね、どう思います、うん、とりあえずやってみる、そうですね、うん、とりあえずやってみる精神で、そう、とりあえずやってみるっていうのはね大事よ、そうですね、うん、はい、やってみましょう、行きましょう、はい、はい、はい、ゴー、はい、はい、今回ちょっとお話しさせてもらいました、はい、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます、奇抜な方に声をかけて、行かせてもらうシリーズみたいな感じでやらせてもらってるんですよ、まず入れずに入ってますね、今どんな感じですか、まあ、いや、そこまでは入ってないですけど、10歳の時、あ、10歳の時、今おいくつですか、今24歳、はい、こちら、どうしますか、モザイクはお願いします、はい、というわけで今回ちょっと何を聞きたいのかといったら、今まであった24年間の中のじゃあ黒歴史何かありますか、はい、ありますね、ありますね、お、いいっすね、はい、なんでしょう、結構金金すぎて、うん、結構ガッポリしてるし、おお、なるほど、なるほど、ちょっと待って、いかついの出てきましたよ、これ丸先輩、どうですか、なるほど、じゃあどれぐらい稼がれたかな、でも今は ちょっと待って、これすごくないですか、それってあの捕まった感じですか、捕まってないです、捕まってないです、はい、あ、それも今も継続中な感じですか、はい、今もやってないですけど、うん、あ、その昔、昔って言っても、あ、そっか、終わりだ、今年で終わってんの給付金、あ、うん、そういうことか、うん、あー、そういうことですね、2年前ぐらいです、ね、うん、あ、そうなんですね、確かにでもグレーな感じのところありますからね、そっか、それは完全にモザイクですね、はい、ちゃんとじゃあそれ、じゃあそのじゃあ2個目なんかないですか、2つ目は、ええ、まあ、昔、ええ、まあ、暴走族やった時あったんですけど、ええ、男女、はい、ちょっとイラついたんで、ええ、男つって、はい、そのままちょっとこれすごいですね、丸先輩ちょっとあの感想をどうぞ、奇抜中の奇抜、いやーやばいっすねこれは、うん、すごい、これでもこれを見てる人っていうのは、うん、本当かどうかも分かんないから、もしかしてこれ仕込みなのかなとか思う人もいるかもしれないから、確かに確かに、その可能性として見る人もいれば、うん、まあそうですね、そこら辺は神の溝知るですよ、そうだから給付金詐欺をやってたことある、はい、で、はい、1000万ほど稼ぎました、はい、でそれと、はい、暴走族の、はい、頭の人なのかな、幹部クラスの方、いやそれはあれです、相手は普通の仕事ってことで、ね、その彼女を、うん、そうしちゃったと、はい、うん、すごい、あと もう一つぐらい欲しいなだってね、いや出てきそうだもん、だっていやなんか女性関係欲しい、びっくりびっくり、女性関係欲しいわ、あ、女性関係なんかあります、いや寝取りは好きですね、あのね、ちょっと待ってください。でもそれはぶっちゃけで言うと、性質性癖っていうのはまあ人それぞれだから、まあそれが、いい悪いっていうのは本当に人それぞれ。俺もネトリシリーズ結構見てたな。ネトリって NTR って書いてある。あ、そのまんまじゃない。そうあるよ、ね、やばいっすね。今自分思ったんですけど、黒歴史を聞かせてもらっているじゃないですか。これこんな感じのが出てくると思わなかったです。いや急だったんですけれども、いやもうゆうたくん、ゆうたさんで終わりにする、この回、いやゆうたさん、ま、もうお腹いっぱいなんだけど、まだちょっと出てきそう、出てきそうな気しますね、うん、なんか叩けば出てくる、あ、それにもうないですよ、あ、本当ですか、逮捕されたところあります、ありますけど、ありますか、あ、喧嘩と傷害で、はい、そうです、あ、でもそれはあの鑑別所少年院、そっち鑑別所、あ、入ってるじゃないですか、じゃあこの辺だと、あ、もう、あ、地元はでもこの辺じゃないのか、違う、あ、じゃあ横浜じゃないですか、じゃあ横浜鑑別所じゃないですか、どこなんですか、あそこで行ったらまずいか、まあまあまあそうですね、特典に至るから、はい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 、
いやっていうかもう裕太君は裕太さんはもうだって今カンペ全然もうないですよって言ってて聞いたら、まあ、カンペ書入ったとって言ってるわけじゃないですか、うん、もうそれが当たり前の感じになっちゃってちょっと言ったら、まあちょっとごめんなさいねちょっと壊れてる感じありますね、まあ、まあでも壊れてなきゃできないって、ね、まあ確かに壊れてない人がまっとうに生きるんだよはいはいはい、はい、そうだと思います、まあ、そうですね、はい、まあ自分たちもってはまあそうですねまっとうに生きてこなかった方なわけじゃないですか、うんうん、同じぶりですよ、うんはいうんうん、もう同じねプンプンしてたもんあ、本当ですか、うん、マルセ声かけて、なんて声かけてましたなんか、ちょっといいですかって言ってインタビューいいですインタビューいいですか今じゃあもう真面目にね、生活なさってるってことね、うん、本当ですか最後にじゃあ1個薬物はやってましたあ、ないっす薬物はない、はい、お、いいですね、うんうん、あと何かありますかね暴走族もやってたしうん、あと女みたいな女性関係もお話できましたそうですしってすごいねいややばいですね。その一回だけですけど。あ、その一回だけ。じゃあなんか最後もう一個だけでも最後。なんか気になるんだよ。いやユータさんでだってもう一本で行くぐらいだったとしたら、うん、あと一本ぐらいは聞かせてもらった方がいいんじゃないですか。やっぱり女性関係かな。ちょちょちょ。まるでもすぐだこっすよ、ねうん。女性関係でなんかあの黒歴史。黒歴史じゃなくてもいいですよ。でプラスそれから給付金詐欺以外に、うん、こんなことをしてた過去があるとか。うん。でも過去ぐらいですね。やっぱ出てきますね。叩くちょっと叩くと出てきますね。ちょっと待って待って。待って。要は運び屋ってことですよね。そういうことですね。それじゃあ俺の方の俺の方。違う。こっちですよね。あこっちです。あそっち。そうです。あお薬の方で、はい。だから自分ではやってなかったけど、まあその倍の方ってことですよね。だからあのまあ、犯罪的にはそっちの方が重い感じですね。あそれも捕まってない感じなんですね。あじゃあ容量いい感じのタイプ。まあも。でも友達は捕まりましたけどあ、でもだってゆうたさんは捕まってないわけだからだから友達ももう絶対言わないっていうルールのもとわっすごいいやゆうたさんなんかすげえこれはすごいわなんか何でも別にもうないですよって言いながらで聞けば聞くほど出てくるから多分覚えてないしそれが普通に本当に普通になりすぎちゃってる多分ヤバいってことをちょっと自分で認識した方がいいかもしれないあんま分かってるか今もじゃあもう今普通にもう亀津さんもいてみたいな普通にもういやいないです、うん、いないですけど、うん、まあ今は普通に真面目に働いてあ、今のお仕事をじゃあそれは言っちゃまずいかまあそうですねなんとなくざっくりふわっとする感じだまあどかた系とかそういう系いやそっちではないですうん、うん、何系って言ったら何系だけあまあギャンブルもあギャンブル系だって、うん、もうシュンタギャンブル大好きで繋がるんじゃないギャンブル大好きってかもう自分はギャンブル依存症でしたけどもうやめてますんであそっち系なんですねそっちがなんか真っ当なっていう感じで言ってますけどまああの合法的な感じで言うと真っ当 だと思いますけど、まあ、まあグレッまあグレッ一般的に言ったらなんかあの真っ当っていう感じの部類ではないまあ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 そうです、ね、だから結構やっぱりちょっと外れたところからちょっと戻してて、ホワイトになってると思いきやまだグレーにいるみたいな感じですまあまあまあ、まあうん、まあ多少混ざりつつあるホワイトカラーというかね、はい、今はねまあしょうがないよね時々出てしまうのがグレーなところってやっぱあるよね、はい、人間ねそうですね普通にもうそれをビンビン感じますまあでもそれも個性だからね、はい、言うなれば、はい、まあ確かに嬉しかったですはいごめんなさいお時間あるないところありがとうございますありがとうございましたありがとうございます